皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今、世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、こちらが現在の冷やしのチャートとなっています。えー、一旦大きく反発はしているものの、かなり結構上値が重いなという雰囲気は出てるかなと。あとはですね、ちょっと気になるのがですね、ビットコインとまあイーサリアムは置いておいて、アルトコインの動きがかなり悪いなというのは正直あります。 一旦戻ってきてきはいるものの、その後大きくまた戻されていて、えー、この大きな下落のタイミングの、まあ、そこまでまではいかないものの、まあ、そこをまた狙って一旦ちょっと下がっていくかもしれないなみたいな感じの雰囲気は結構ひしひしと、えー、伝わってきているかなと思ったりはしています。 でまあ、これの背景とかっていうことについてはいろいろと諸説あるんですけれども、まあ、やはりですねコンピュータートレーディング、まあ、CT とかっていうふうに言われてますが、まあ、結構そういうアルゴリズム系の売りとかっていうのもかなり入ってきたりとか、まあ、あとはですね中国の方で中国恒大ですねまた新たにいろんな噂が出てきたりもしているので、まあ、その辺りは正式にどんな情報が出てくるかにもよるんですけれどもまだまだやはり中国恒代の影響っていうのはかなりインパクト大きいのかなと思ってます。 はいまあ、そのあたりはちょっとまたニュース触れていきますけれども、まあ、結構マーケットとしてはネガティブなセンチメントが、えー、かなりまだ引きずっているような状況なんじゃないかなと思っています結構強いと思っていた、えー、このあたりの、えー、メタバース関連の銘柄もですねじりっとしっかりと下げてきていて、えー、そんなにサポートっていうのは、まあ、しっかりとしてないなという印象は、えー、結構受けたりはしてます、はい、なので、あのーまあ、買いに入るっていうのは あの人それぞれいろんな水準感があると思うんですけれども、まあ、もう一段ガーンとてもちょっとおかしくないなと思いますしあとはですねこの仮想通貨の市場だけで見ているとちょっと視野が狭くなるのかなと思うのでぜひですね株式市場の動きも見てみてくださいで株式市場の動きと仮想通貨の動きっていうのはそんなに連動してないというふうに一般的には言われてますなのでこのビットコインとかはですね資産的にヘッジとして いいんじってい,いうことで、えー、結構買われたりはしてるんですけれども、まあ、いざ大きく株式マーケットが下落するようなタイミングになると、まあ、結構な確率で仮想通貨も下落するんですよねでそれは逆もしっかりだと思うんですけれどもやはりかなりマーケットとして、えー、見てるものが今似てきているとマク,ロマクロの要因が大きくマーケットにインパクトしてきているので。 この辺りは注目して仮想通貨だけではなくて、まあ、あとテクニカルだけではなくて、マクロの要因だったりとかっていうのを、まあ、しっかりと見ていくようにしていきたいと思います。はい。で、引き続きイーサーなんですけれども、こちらに関しても、まあ、引き続きしっかりと、あの他の仮想通貨の中ではしっかりとしているパフォーマンスを見せてはいるんですけれども、徐々にアルトコインの下落に伴って少し下がってきているような印象はあるかと思います。はい。でもうちょっと拡大して見てみるとですね、 今こちらに引いているサポートラインあ,のありますけれども、まあ、ここをまた行くかどうかっていうところをマーケット基本的には見ていると思うんですよね。で、えー、その中でここ黄色のレンジで引いているところに関しては、まあ、あのこの辺りを抜けてくるとまた下落をしていく可能性があるんじゃないかっていうふうにまあ見ている。 あのところのゾーンなののでこの辺りですね、ホールドできるか、まあだから4000ぐらいをホールドできるかどうかっていうところが、まずは一旦の大きな注目になってくるかなと思います。で、そこ抜けてくると、また、まあ3000、どこだ、ここは3400ぐらいだったですかね、3500ぐらいのところを目指していくかどうか、どこはサポートになるかっていうのは一つ注目かと思ってます。で、今回の下落のタイミングでも一応ですね、ちょっと買いのオーダーはあの小さく入れておこうと思ってます。まだ簡単にこの、 今の下げのマーケットは止まるかどうかっていうのはちょっと正直自分の中でも確信が持てていないのでこの下の加減の黄色のゾーンですよね3600から3700のところで、まあ、ちょっと1日どこのタイミングで大きく動くかわからないのでそういった準備はしておこうかなと思ってますいずれにせよですねあのここから反発して急激に上昇みたいな感じのことよりもまずは自分の資産を守るということでリスクヘッジしておくもしくは まあそういったところであの、まあ、リバースもし狙ってるようで,狙ってるようであれば何かしらもうかなりは離れたところであのオーダーを組んであれば置いておくというのが、まあ、いいんじゃないかなと思ってます。基本的にはまだ安心できるような環境というよりもこの日中明けてです、ね、あの株式マーケットが混乱してくるとさらにそれに、まあ、一緒につれ,れ下げっていうんですかねそういった形で下げてくる可能性も十分あるので気をつけていきましょう。 はい。あとはですね、気になるのは、引き続きビットコインのファンディングレートなんですけれども、まあ、ビットコインだけじゃなくて、仮想通貨全般ですね、に関しては、まあ、全般的に、これ、緑に関しては、まあ、弱気のサインなんですけれども、まあ、もう、どこもかしくも弱気というふうになってます。はい。なので、えー、引き続き、マーケット全般としては、まあ、弱気、つまり、ね、売りの興味っていうのが引き続き非常に強くあるので、まあ、このあたりは、 あの無理に逆張りロングみたいな感じよりも買うのであれば本当に今,と今のところから10%を超えるぐらい離れていないと買っていかないみたいなぐらいじゃないとちょっとやけどする可能性もあるのでそのあたりは気をつけていただければと思っております、はい、で、ここから皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですがまずはです、ね、こちらのニュースから見ていきたいと思います、はい、ビットコインに関しては えもう一旦ですね、あのー、大きく下げる可能性があるんじゃないかということを、えー、まあこの中では書いているんですけれども、えー、テクニカルだとか、まあ、そういったえ何かしらの要因というのはこちらには記載はありませんで、えー、これはですね何,の何をもとにあの書かれているかということなんですけれどもまあ一応この皆さんももしご存知かもしれませんけれども、えー、非常に有名な アナリストというかファンドの運用者が言っていることなんですけれどももう一旦大きい下げが来るんじゃないか、まあ、それは CT ですねあ,のある意味アルゴリズムでトレーディングしている人たちというかファンドが、まあ、かなり大きく負けているとでそういったところからさらにもう一段の売りが来るんじゃないかというふうに言っていますただし、まあ、それと同時にさっきの記事でもこれでも言われているんですけれどもかなりしっかりとした会話 実際には入っているかなりしっかりとした買いっていうのはまあもちろん大きく下がってはいるんですけれどもそこの下がったタイミングでの買いのボリュームっていうのはものすごく大きいサイズが入ってきているよっていうのがまあ記事の中でもまあこの方が言うところでもあるんですよね。このののララキラスリーゲッツボートアップっていうのは、まあ,あの まあちょっと日本語にすると変な感じですけれどもまあかなりしっかりと入ってきている、まあ、買いが入ってきているってことを言っているわけなんですけれども、まあ、こういった大きな売りと大きな買いの興味が今まあぶつかり合っているわけなんですが基本的にはあのまだまだ上昇トレードの継続っていうのがですね皆さん見ているシナリオだと思います全般的にただしこの短期的な下落局面は、えー、まだまだ大きくバツンと下げてきていく可能性があるので 無理しない方がいいよっていうことを、まあ、あの、まあ、案に言ってるんですね。で、実際に、まあ、今の同じ方のツイートなんですけれども、かなり今、ファンダメンタル的には悪くないっていうことを、オンチェーンのデータから、まあ、僕も含めていろんな方が言っていると思います。あのまあ短期的にはオンチェーンのデータをベースに取引をするっていうことではなくて、長期の一つのトレンドとしてえ見ていただきたいんですが、まあ、この今ですね、エントリーアジャステッド NUPL っていうのは、今のところマーケットに、まあ、大体どれぐらいの 利益があるかっていうところを、えーまあ、見るような一つの側面でもあるんですけれどもこのユーフォリアっていう書いてあるこのですねブルーのラインあ、まあ、ブルーのカラーがここの線をですね超えてくると出てくるそうするとあまりにも楽観すぎますよねっていうような、まあ、状況を示すものなんですけれども、まあ、現在はそれからかなりだいぶ離れていて黄色のこのゾーンに入ってきていると。でこれっていうのはオプティミズムというふうに言っていて。 まあ比較的まだまだ前向きであるとビットコインのファンダメンタルっていうのはそんなに悪くないですよというようなことを示すものなんですが、まあ、今まだそういった状況にあるので、えー、短期的には悲観でありながらも長期的にはあの前向き、まあ、そんな状況が続いてるんじゃないかみたいなことがここ最近も常々いろんな人が言ってることですとで、えー、実際にこの、えー、とニュースブロックのニュース見ていただきたいんですけれども、えー、かなり たくさんのマクロ要因を、まあ、かなりたくさんの投資家が、まあ、マクロ要因を今気にしているとでこれの理由としては現在仮想通貨の取引を行っている人たちっていうのはもともと僕みたいにモルガン・スタンレーだったりとかゴールドマンだったりとか、えー、基幹投資家だった方が非常に多いんですよねなのでそういったこともあって今彼らが注目しているのはマクロの要因。 個別のの仮想通貨の要因じゃなくてマクロの要因で例えば金融緩和の縮小だったりとかオミクロンだったりとか、まあ、あとは世界的にマーケットが株式市場が暴落をして,していたりとかっていうするタイミングでは、まあ、恐怖からえどん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 リスクアセットから例えば債券だとかのより安全な資産というふうに言われているものに移っていきやすくなっているよねとで今まさにそれが起きてますとただし今のこういう仮想通貨関連の大きな フローを見てる人からするとまあそれはそうだと思う。今大きな下落は直近起こったと思う。ただしものすごく大きなバイヤーも同時に来てるんだよっていうのはこの中では言われていました。なのでやっぱりさっき言ってい,るの言っていたのと同じで大きくまだく下がるかもしれないけれども例えば今回イサリムで言うと3700とか3500まあそういったレンジのレベルでかなりしっかりとした買いは。 入ってきてきいますとビットコインに関しては前回4万2千ぐらいまで下がりましたけれどもそういったあたりでは4万近辺では買いかなり買いがしっかりと入ってきているとこれはあのたくさんの個人投資家がとかっていうよりももっと大きなあのいわゆるクジラというふうに言われている人たちがサポートしているよということを言ってるわけなんですがそういったことを考えるとマーケットは悲観で短期的にはありながらも長期的なオプティミズムというか 視とといいいいううのは失っていないということで引き続きビットコインに関しては現状のポジションを放棄するというよりも少しずつ少しずつえまあ下がってきたらですけどそういったところで買っていくというオペレーションを継続していくのがまあいいんではないかなと思っておりますはい、まあ、ちょっといろいろとニュースもご紹介をしたかったんですがちょっと動画が長くなりそうなのでもう一個別のものを撮りたいと思いますはいまあいずれにせよですね この朝のタイミングとかリクエリティがかなり低いところを狙って、投げ売りみたいなのが出てくるような状況にも、この年末年始というのはなりやすいので、ぜひですね、お気をつけていただければと思っております。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。